湯座学は、沖縄県糸満市に位置する、標高168.4メートルの山で、同市の最高峰である。沖縄本島南部にあり、沖縄県糸満市の東に位置する。標高は168.4メートルで、同市の最高峰である。糸満市の大技である、与え座と大里の南方にあり、頂上は、前者の大技のうち、障子は、 おかの前原に属する。東の八重瀬岳と共に、沖縄本島南部の石灰岩大地の一部を構成している。新生代第三期から第四期諸島にかけて、堆積した島尻総群の泥岩を基盤とし、上部に第四期更新世の琉球石灰岩が多い、縦横に断層が走る。湯座学から八重瀬岳にかけて、北は断層線により、旧外で、それに対し、南は、 緩やかな斜面が広がる、経道地界である。また、石灰岩で形成された、堤防状の高まりが、断層に沿って発達している。ユザ学周辺に土壌は少ないが、直線上に樹木体が分布している。北側斜面は、沖縄戦石国定公園の第2種特別地域に指定されている。麓の北側には、ユザ泉と呼ばれる泉がある。方言で、 ユザダキという。頂上にはユザガクヌオンタケと呼ばれるウタが存在し、東のカンザナダキから西のブズンまでの範囲をオカミヌゼンと言い、ユザガクが一致する小技のオカミの前バルの由来となっている。またヨザタケ北の崖下はオカミヌカと言われている。頂上のユザガクヌオンタケは八丁ウタとも言われ、琉球国由来期に記されているヨザ。 学に御前神明、石の御イベに該当すると考えられ、琉球国史略には、遊佐学とある。山頂にある岩穴には、天孫氏と関係するとも言われる墓がある。頂上東側の、神穴滝の廃所は、自衛隊基地内にあり、沖宮が設置した。北の麓には、戦堂と呼ばれる場所があり、宮山時代に、与え座を攻めいった敵勢を全滅した、古戦場の跡地と言われている。 与ザだけの北側にあるユザ泉は水量が豊富な泉として知られ、人々はこの泉の周辺に移動し、集落を形成したとされる。1726年より首里王府がユザ泉に灌漑用水路を造営し、また1837年に大幅な改修工事がなされた。戦前は、製陶工場が建てた水車にユザ泉の水が注がれ、 その動力で佐藤希美の圧策が行われた。与タイザ・ヤエセの戦い沖縄戦では、1945年6月初頭首里から島尻南部へ撤退した第32軍司令部は、第24師団の将兵ら約8000人に、湯座学から、西方の国吉や名城までの戦を死守するよう命令した。高さ約90メートルの断崖を有する湯座学に、 洞窟陣地を築き、地雷を敷設した。それに対し、アメリカ軍の第96不評師団は、火炎放射戦車で、号内の陣地を焼き尽くし、戦車と大砲で洞窟内を攻撃した。日本軍は、国吉し給料に陣を置く自軍の兵士らと連携を取り合い、抵抗したことで、一時は戦況が進展しなかったが、6月12日にアメリカ軍は、 再攻撃を開始し、同月16日に同軍がヨザだけを占領した。戦後の1946年、ユザが区長上にアメリカ軍がレーダー基地をふもとに那覇軍港に通じる道路を建設した際、水源地としてユザ泉を接収した。1950年代になると、さらに土地接収が続き、ホークミサイルやナイキハーキリーズの配備のための基地が作られた。 土地だけではなく、水源を米軍基地に奪われた住民は、移住した先でも水汲みに苦労した。後に集落に給水口を設置、1965年に、与え座の全世帯の水道に送水された。1988年に取水は終了し、2013年現在、湯沢泉の周辺は、公園として整備されている。 頂上部はアメリカ軍の航空通信施設として使用されていたが、日本復帰後は航空自衛隊に移管された。2018年現在、付近の道路は沖縄県道15号線と52号線に指定され、周辺は農地が広がり、ゴルフ場も建てられている。ありがとうございます。